ウェブデザイン、ウェブデザインはデザインの一種。ウェブページやウェブサイトにおける四角面、衣装、要素配置等に対し、整理、再構築、衣装等を施すことである。グラフィックデザイン的な要素を多く含む一方で、対話的な要素を持つ WWW、ウェブの性格上、情報デザインあるいは工業デザイン的なスキルも求められる。ウェブデザインを行うデザイナーを、 ウェブデザイナーと呼ぶ。2007年より、ウェブの設計技能を検定する、国家資格として、ウェブデザイン技能士がある。ウェブデザインの内容は、ウェブサイト全体の情報設計、認めを中心とする、グラフィックデザインや GUI の設計、ウェブアプリケーションの UI 設計構築など多岐にわたる。世界最初のウェブデザイナーは、ティム・バーナーズイコールリーであったと言える。 彼は www を発明し、1991年に世界初のウェブサイトを立ち上げた。1993年 CGI が発明されたことで、www は大きな転機を迎える。それまではウェブサイト作成者が発信した情報を閲覧者が受け取るだけであった www という世界に CGI は双方向性をもたらした。 そのことによって、ウェブデザインもまた大きな転機を迎えた。また、インターネット接続環境の進歩もウェブデザインに大きな影響を与えてきた。ダイヤルアップ接続が一般的だった頃には通信料金を考慮し、画像の使用をも極力控えてデザインがなされた。インタレース GIF やプログレッシブ JPEG もナローバンドに対応した画像ファイルフォーマットであった。 動画においても比較的サイズの小さいアニメーション GIF が用いられた。しかし ADSL や FTTH などのブロードバンドが普及してからはファイルサイズを気にすることなく大胆に画像や動画を使いすることが可能となった。その結果、ウェブデザインの幅はさらに広がった。1990年代後半ではフラッシュやシルバーリットをはじめとする リッチクライアントの登場により、動きのある高機能なウェブデザインが登場し始める。また、仕様の策定も徐々に進むことで、ブラウザ開発ベンダーが仕様をサポートするブラウザを開発するようになる。1996年には CSS1.0 が韓国。1997年は JavaScript の中核的な仕様が ECMAScript として標準化され、 同年 HTML4.0 も W3C より勧告された。標準化された CSS をサポートするブラウザが登場することにより、CSS を使用したデザインが注目されるようになり、この頃よりドリームウィーバーやホームページビルダーといったウェブオーサリングツールが発売され始める。ウェブデザインはコンピュータの進化とともに表現方法を多岐に広めていった。2005年、 Google は JavaScript の Ajax 技術を使った Google マップを発表し、非同期通信による通信結果に応じてダイナミック HTML で動的にページの一部を書き換える有用性を広く知らしめた。また、通信への回線の高速化と料金値下げなどからコンテンツの質も向上し、同年2005年には Web 上で動画を配信する YouTube や g a オ。 が公開され始める。さらに2011年に発表されたブートストラッペをはじめ CSS フレームワークがオープンソースとして公開され始めレスポンシブウェブデザインを容易に実現できるようになった。同じく2011年にはウェブブラウザで3次元コンピュータグラフィックスを表示させるための標準仕様ウェブグルも発表されこれによりウェブデザインの表現も3次元へと 拡張されていく。ウェブページは閲覧者が使用するブラウザのウィンドウによりデザイン領域を制限されている。その中でどのようにレイアウトするかが一つの課題である。レイアウトの手法には下記のようなデザインが代表される。ウェブページに含まれるコンテンツの横幅を固定幅で設定する表示方法。デザイナーはブラウザのウィンドウサイズに左右されず、 イメージ通りの表示結果を得ることができる。例えば、ヤフージャパンのトップページは幅 950px の固定幅でレイアウトされている2017年10月現在。これは最低画面解像度ザガのディスプレイで最適に表示されるようにっている。画面サイズに合わせてレイアウト幅を変更する方法。固定幅レイアウトでは 画面サイズにより過剰な余白やコンテンツが入りきらない問題があったが画面サイズにより柔軟な表現が可能となる例えば Wikipedia のこのページはその手法が取られている2017年10月現在携帯電話あるいはスマートフォンの普及によりパソコン以外のデバイスで Web ページを閲覧する場面が増えたことでどのようなデバイスでもレイアウトがきれいに表示できるようにする方 メディアクエリなどにより、アクセス元のデバイスサイズを判別して、それにより、レイアウトを切り替えることができる。HTML4 では、ウェブページの見た目には、CSS などのスタイルシートを用いることを推奨している。デザインの原則として、HTML は文書構造を記述し、デザインは CSS で記述する。これに反する代表的な例として、 コディチェ1タグによるレイアウトが挙げられる。ネツケイップナビゲーター 4X がブラウザ市場を支配していた時代ウェブページをレイアウトするのにデザイナーが用した人気の手法はコディチェ1タグを用いることであった。グリッドレイアウトのようにページを細かくレイアウトするためにはしばしば入れ子にされた何円ものテーブルが必要とされた。本来テーブルはレイアウトではなく 表データのためだけに使われなければならないものだ。ブラウザ戦争末期、CSS を比較的よく実装していたマイクロソフトインターネット、エクスプローラーが市場を支配するようになると、ウェブデザイナーはページをレイアウトする手法として、CSS を利用し始めた。HTML こと CSS3 が使用策定されて、以降は特に多くのブラウザが CSS を 最大限に実装していることや HTML5 においてテーブルを用いたレイアウトがマストノットという強い言葉で禁止されたことユニバーサルデザインを重視する観点からアクセシビリティの確保やユーザビリティの向上を目指してデザインが行われるようになったことなどを根拠に CSS を用いてレイアウトを行うことはウェブデザイナーの共通認識として確立されつつある Adobe Flash は ブラウザによって、ウェブ上に、動的な内容と、様々なメディア、対話的なページを作成することができる。しかしサファリなどフラッシュをサポートしていないブラウザもある、こと、セキュリティ上の脆弱性が存在することなどに問題がある。このため、アクセシビリティの観点からは、大体の HTML を用意することが望ましいと、される。フラッシュのファイルフォーマットは私企業である。 アドビシステムズ、旧マクロメディアが策定しており、その使用は公開されている。ライセンス上、仕様書を利用して、そのファイルフォーマットのインタプリタを開発することは、できないが、ファイルを出力するソフトウェアを実装することは誰にでも、可能である。なお、そして2020年末にフラッシュプレイヤーの開発と、配布が終了する予定であると、開発元アドビから発表されている。 閲覧者や時に応じたコンテンツをアクセス時に生成する方法には2種類ある。www サーバ側に用意した特別なソフトウェアによりユーザーのリクエストに応じた HTML ページを自動的にその場で生成する。ソフトウェアは各種プログラミング言語により作成されることが差は、また各種データベースを利用することも多い。サーバから発信した情報を クライアントサイド、ブラウザやリッチクライアント環境が様々に解釈して動的なページを実現する。サーバからスクリプトやアップレットを含めたコンテンツを送り、クライアント側でそのスクリプトやアップレットを実行する。これにより HTML では表現できない装飾や動的なページが表現される。クライアント側で用いられる代表的なスクリプト言語は JavaScript である。 実行結果が実行環境に依存するため、金銭を扱う場合などわずかな間違いも許されないような場合には使用されることはない。また、SEO やアクセシビリティにおいて様々な問題がある。使用する場合は代替テキストなどが推奨される。ウェブデザインにおいて、訪問者の誰もが正しく、情報を取得できるアクセシビリティは重要な要素である。 どのようなユーザーエージェントを使う場合でも訪問者が内容を正しく取得できるようにアクセシビリティにも考慮した Web デザインをすることはとても望ましいことである。個人情報を扱うことも多くなった近年では Web サイトの運営にあたってはセキュリティに注意することも重要である。個人情報を扱う場合 TLS などで通信の暗号化や組織の実在証明を行う。 ウェブアプリケーション自体のセキュリティホール、XSS などが存在しないようにする、ウェブサーバなどの脆弱性には正しく対応することなどが必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。